さあ今回も B キャストを進めていきましょう。さあ今回は前回に続いて同じ方面から敵が来ますね。さあ前回はね、特に兵器の犠牲がなく戦ったわけですが、今回はちょっとこれはね、対処が大変かなと思いますけど、まあ、前回はね、この幅広く展開したのが効いてね、守りきれたと。もうちょっと意味欲しいんで、ちょっと10人作りつつ、守備を考えようか。まあ、この前線の兵器は変えず、で、これいらないですね、バリスタね。でも当たらない。で、ここのカタパルト3連戦は強いんで、やるとして、まあ、この門を狙わせるのは軸として、まあ、ここに乗せる弓を今じゃ作ったとして、ここら辺は動かさずに、この兵器と連携したいんで、例えばこうね、つなげちゃうのはどうかな。危ないっすよね。こう、いやーでもこういう風に作ったら足元が打ちづらくなるだけだよな。どう来るのか読みながらね。で、こう作った時に、例えばね、ここに塔を置いて、その、入り口を消してしまえば別にね、安全なわけなので、置きますか。だからこの弓部隊動かそっかな、それで言うと。で、まあ少し死んだ近接もね、復活したと思うんで、遊撃隊ね。遊撃隊が一番難しいんですけどね。で、一応こう、門で分けてた部隊はどうだろう。これ右には回らないよね。遊撃隊に集めます。で、まあ、この20人の入り部隊で基本的には守って。さあ正面の激しい戦いになることを期待しましょうか。こんな感じでね、置いてって、ちょっと土地も買います。もう4180円もかかるんだね。土地買うのがかなり高くなってきました。まあ、お金でね、買えなくはないというか。なんとかできるんですけど、さあ弓が今65人になりましたね。結構多いと。さあ兵器の追加はなさそうかな。ここまあ来ないと仮定して、あれ、ああ大丈夫、これ行ってみるけど、あとあと降りるの大変そうだね。この、ここから移動はできないよと。ん？どうやって移動してる？なんか中から移動してますね。あれ、行けるの？行けなさそうですけど。よくわからない移動法をしてますね。困ったもんですね。まあ、高さがね、違いすぎますから、それもあるんでしょうけど。いや、なんか変なやついるね。遅れていってんのか。これもそう？中でだいぶ詰まってたんですかね。あー、また出てきた。なんかどんどん移動してくるな。いい、もうその中にいるやつはそこにいて。これ上登れたね。まあ、兵器で狙われそうなんでだいぶ危ないですけど、次に登って扉消します。この敵は侵入はできないので、一方的に撃てたらいいかなと。で、ここにいる子たちに関してはダメージ減少をつけましょうか。そのためにちょっと鉄を買うまでありますね。あ、全員ついたか。 OKOK。 じゃあ前線の子たちにさらに守備の強化をしてと。これだいぶね、全員できましたかね、この近接部隊は。遊撃隊は全員ちょっと守備力を高めて、ね、戦えるようにしていきたいなと思ってるんで、これ形はできたかな。
弓のちょっと展開力薄いですかね。ここに新しくいるはいるけど、どうかな。理想的にここで戦いますかね。まあちょっと領域もね広げながら、さあ人口ちょっと増えたと思いますけど、ちょっと酒場置きましょう。教会もこう札上がればいいんですけどね。上がらないのかな。上がらないよね。ね、復活だけですからね。3人もいらないね。そしてね、さあ収支あれもプラスだね。まあ人口がちょっと増えたのも影響するかな。まだ今増えてなかったですけどね。食料はまだプラス。まあこの畑を置けばいくらでもね手に入るんで、まだあとね空き地もなんならありますし、ちょっと置いとこうかな。忘れちゃうかなこれだと。どうですかね。あ、出た。そっか、まだ重くなるんだね。さあ一応ね総数確認します。弓が65人で、剣士が24人、騎士が15人、槍が20人。あ、来た来た、登れつ来たね。はしごとか来ましたね。これは出ていかないと。出た出た出た、あれが来たらね、もう我々もねそんな軽い守備はしてられません。この壁に上陸しようとしてくるのはナイス。まあこれだね、メインはね。はしごはもうバリスタで捨てたね、あいつらね。ってなるとここまずいかもしんない。ちょっと出るしかないな。ちょっと待ってよ、これさ半々に分けよう、半分ぐらい分けよう。右に行ってるね。ちょっと警戒はしようか。狼と兵器があるんで、あの束くらいならいけそうかなと。さあ後からカタパルトか、嫌な形だね。よし、あれはやりましたね。やっぱ前にバリスタっていうのはいいね、邪魔しないので。さあさあさあ、これ止めてます。そのためだけに出てきたんでね。あとちょっと引き目に行きますか。では入れ替わろう。ちょっと反応遅いんだよもちろんね。あんまりちょっと想定してなかったね、この展開ね。もう少しちょっと壁を真ん中気味に置けたら強かったかな。弓を前に出すまでありますもんね、こうなるとね。いや、ちょっと、あ、まだはしご来るか。登る可能性ありますね、あいつらね。戦いたくないな、まだ。行け。行かざるを得ない。いいぞいいぞいいぞ。あんまここで野戦をする人はないんだけどね。引け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 。まだまだ敵がいる、まだ敵がいる。もう4人死んでいる。あ、でもあの兵器潰したかったな。いや、あれは狙いに行こう。いや、もうどうせ間に合わんな、でも。なんとかじゃあ潰すミッション追ってもらおう。あの兵器だけ壊せれば今後は楽よ。そこそこそこ、そいつらの犠牲のもとで。オッケー、もう撤退はしていいけど。あ、でもちょっとまだ残ってる。ナイス、よしよし、ナイスナイスナイス。おお、大接戦でしたね。案外これ邪魔だったのかな。そんな気もするね。さあかなり戦いがね白熱してくるようになりましたね。もっと増やせということか。さあ次はあっち方面ね。まあ結構得意な形じゃないですか。じゃあここも使えますからね。ここやりやすいか。まあでも敵が登ってくるようになったので、まあちょっと前に出ないといけないから、ちょっと弓の配置をね考えよう。
弓部隊を前に出すようにうまく拠点作りをして、まあ行くよりかはこういう形ね、これが理想かな。多分こうね、頑張って扉とかつけてね、外してか、今の場合は登れないようにしたけど、あえて登れるんであればそんなにその意味はないというかね、関係ないですよね。突破できますからね。よし、まあちょっと移動しといてと。で、次回はさらにちょっと弓部隊をね、効率よく使おう。